はい、77回目になります。テスラ、クラッシュ、暴落してしまいました。すいません、申し訳ありません。思ってたのと違う展開になりました。やはり噂で買って、やっぱり現実で売るべきだったんですかね。まあちょっとそのバッテリーデーの内容と、あと今後の内容と、あと今市場全体がどうなってるかについて、ちょっと私なりの意見を述べたいと思います。まあバッテリーデー、まあ持ってたより材料が出なかったと言いますか、ミリオンマイルバッテリーのことも全く言及されなかったんで、まあちょっと、まあ期待していたのに応えるほどじゃなかったっていうことで多分下がったんだと思います。やっぱり、ちょっとやっぱり何年か後にっていうのが多くて、まあ時間前取引で、まあ日本時間で朝方見た時に下がってたのが、やっぱり具体的なあれがなかったっすね。まあ、何年以内、2、3年以内とは言ってるんですけれど、じゃあ、果たしてこう、確実に出来上がるのかっていうと、ちょっとわかんない感じで、まあ、この何年以内っていうのは結構言ってて、結構それを押しちゃってる。で、またその何年以内っていうのが出ちゃったような感じなんで、そこがちょっと、結局、まだ先になるんかってことで、まあ、時間前取引で、時間前の時に、もう、2022年まではちょっと無理みたいな、まあ、大量増産とか言ってたのは無理だみたいなことをちょっとツイートしてたみたいで、で、それで、まあ、下がって、まあ、そのまま下がったまま終わっちゃいましたね。そのまま。で、まあ、株価としては、5.6% 減りまして、私の資産も100万円ほど減りました。で、また今日もこんな感じなんで、今日380ぐらいまでいっちゃうんじゃないかなって思ってます。380までいっちゃうなーっていうのが私の見立てです。申し訳ありません。上がると思ってたんですけれど、で、大方の見方もアメリカ人なんかも上がると言ってたんですけど、やっぱり、そこら辺が甘かったんですかね。噂で買ってやっぱ現実で売るべきだったのかなと思いまして、ちょっと株式相場やっぱ厳しいなっていうのを改めて思いました。で、まあそのバッテリーデーの内容なんですけど、まあここにあるように、まあこんな感じで、前は商品説明なんかの時はもっと夜とかそういう暗いとこでやってたんですけど、派手にやってたんですけど、今回は屋外でなんかこんな感じでラフな感じでやってるんで、なんかいつもと違うなって感じがしました。で、まあ、あとはですね、まあ、ここが、まあ、これ、世界的な、電気自動車の、販売の伸びなんですけど、やっぱりテスラだけ伸びてるということで、他の BMW とか、ダイムラとかホンダとか伸びてないっていうのを示しています。で、まあ、その実績ですね、実績。で、まあ、電気、まあ、これがバッテリーのところなんですが、ちょっと、私がちょっと用意したんで。で、まあ、まあ、電池の製造コストを 50% 以上減らすと。で、自社設備でバッテリー製造量産化目指すと。1000万台以上の、まあ、2、3年以内にやるとは言ってたんですけど、本当になるかどうかちょっとわかんないんですが、で、電気代を、まあ、消費する電気を半分にできるバッテリーの開発と。なので、
まあ、やってることは悪くないんですけど、やっぱり期待よりは超えなかったってことなんだと思います。で、まあ、具体的な電池の開発がこんな感じです。なんかちょっと変わった物質を入れたりして、ここがすごいと思ったのが、この製造設備だと多分すごいハイスピードでいっぱい作れるというんで、まあ、これすごいなと思いました、このテクノロジー。 10 times って言ったら10倍ぐらい、まあ多分作れるってことなんだと思います。で、あとは、まあ、まあ、ここら辺が、まあ、航続距離とかも伸びるそうで、まあ、ここはリサイクルが、できるそうです。リサイクルしてまた作ることも可能だってことだと思います。14% レンジインクリス、まあ、航続距離が伸びると。370フィアパーツ。まあ、パーツが370個減る。まあ、効率的に使えるボディになっていくと。点マスリダクション。リダクションはちょっとわかんないんで、わかんないんですけど。で、まあ、あ、これがちょっと待ってくださいね。これが、あと、モデル S プレイドっていう新しいやつですね。これがモデル S ですね、ほぼ。形はモデル S なんですけど、こういった感じで、まあ、スポーツタイプというか、はい、フラグシップモデルで、まあ、すごいスピードが出るみたいで、まあ、そういうタイプのものです。60マイルまでが2秒、60マイルって言うと100キロかな、100キロぐらい、100キロぐらいが2秒。トップスピードが350ぐらいかな、トップスピードが300キロぐらいかな。ホースパワーって馬力だと思うんです。1100って多分とんでもない馬力っすね。多分500ぐらいでもうんとすごいんだと思う。1100ってとんでもなくすごいと思います。まあこんな感じの内容で、戻ってきますと、で、まあ、あとは、ちょっと今ので出さなかったんですけど、260万円の EV を3年以内に出すと。そうすると、みんなが買えるような、そういう時代に。で、この260万円の EV は、決して、なんていうかな、安かろう悪かろうじゃなくて、これで、もうかなり、品質のいいもので何年も乗れるようなのが出るみたいです。
で、まあ、あと自社製設備でバッテリーも製造する。これまでは バッテリーは他の会社に任せたんですけど、自社製造するみたいです。で、まあ、ここら辺はすごくいいニュースだなと思うんですけど、ミリオンマイルバッテリーに言及はなかったものの、で、悪い点としては、繰り返しなんですけど、具体性に欠けると。で、まあ、また2、3年後となっちゃうと。なら、前ももう言ってたのに、また先になっちゃうっていうことで多分下がったんだなと思います。で、あとは、あとは、やっぱり電気飛行機ってのはなかったっすね。なんか他ので見たんですけど、そこまではちょっとなかったんで。すいません。で、あと今後なんですけど、あとはもう材料があんまないんですよね。決算が良ければ、決算はいいかなと思うんですよね。で、あとは、市場の状況。まあ、この、アナリストが結構、アメリカの株はアナリストを格上げすると上がるんで、アナリストはもう何人か格上げしてるんで、470ドルとか、それが来るといいかな。あとは市場の状況ですね。で、まあ、それで、まあ、どうなるかってことなんですけど、まあ、ちょっと不安な感じもあります。まあ、普通だと、言っといた方がいいんだろうなっていう感じなんですけど、まあいつも持っちゃうんで、はい。まあで、まあちょっとあと市場の現況で、ちょっと見てもらいたいものがありまして、まあここら辺はいいか、ここら辺はいいとして、市場の現況でこれちょっと見ていただきたいんですけれど、まあちょっと市場について今。どんな感じのことが起こってるかっていうのをちょっと述べたものなんで、まあ最初に今市場って今下がってると思うんですけど、その下がってるのがなんでかっていうと、まあ、前は調整って言ったんですけど、まあもう少し具体的に、で、あと、これから上がるかっていうと、どうなんだろうってとこなんですけど、まあ、ジム・クレーマー、CNBC の、名物株の解説者は、もうここら辺から上がると言ってたんですけど、まあ、でもコメント欄見ると、彼は言ってることがコロコロ変わるって言って、当てにならないって書かれてましたけど、まず、ここで紹介したいのが、なぜ市場が今下がってんのかってことなんですけど、不確実性、ここですね。不確実性が今多いと。投資家が嫌がるな、不確実性。で、今、アメリカの経済刺激策も通るかどうかわかんなくなっちゃってきてるんですね。民主党が反対してるんで、で、そこら辺と、税率が影響どのようにするかとか、これがちょっと基準予測が立たないと、まあそれで、様子見ってことで下がってると。で、あとは借金をしてやってる人が多いと、信用取引ですね。で、ヤフーは最近リテールトレーダーの 43% のレバレッジを使って取引してると。信用取引 43%。リテールトレーダーは個人投資家です。で、その中で 23% はオプションを使ってと。10% は証拠金を使ってると。だから、オプションブームの結構オプションが多いと。で、孫さんも、ソフトバンクの孫さんも結構オプションで大きな取引をしてると。オプションは、いついつまでに、この株からここまで行けば、その取引で、その価格で買って、その価格で売れるっていう、なんていうかな。相手と、こう、
ゲームみたいな感じでやるんですね。で、その期間に行かなければ、その価格に行かなければ、そのオプション料払っておしまいなんですね。で、そのオプションをかけることによって、うんとでかい取引ができる、みたいな。まあ、詳しくはあんまりよくわかってないんですけど、とにかく、まあ、その博打性が多いと。で、まあ、その期間内に、その価格、その示した価格までいかないと、その価格で、オプション料を払わないといけないと。ただ、その価格で買ったりとかはなんとかないんですけど、オプション料払わないと相手に。で、その、いかなかった場合は、その、相手側が儲かるわけで、で、やった側はオプション料だけ損すると。で、逆にその価格まで行くって言って、その取引で行けば、その通りの取引で、相手は、買って売ってあげないといけないんで、その分は取られるということですね。で、今、オプション取引は人気で、まあ、ロビンフッドが導入されたんで、証券会社は無料の株式取引で、ゆっくりまあ、それで人気が出てきてると。まあ、コロナで結構株やる人も増えてるんで、そこら辺もあるんで、増えちゃってる。で、若い人がやってるんで、オプション取引、やりたがるっていうか、博打要素で、お金を少ない金額で大きく儲けようとするんで、やり始めてるということですね。で、まあ、オプションのゴールドマンサックスが第2四半期取引されすべての S&P500 オプションの 20% が24時間目の満期を持ってる。満期があるんですね、オプションは。で、まあ、2011から2016年から 5% から増加したと。まあ、増えてると。まあ、5% でもそんなじゃないような気もするんですけど。24時間以内どこに向かうかについての短期的な投機的な賭けで100倍の資金を活用していることを意味していると。まあ、オプション取引で、まあ、そういう博打みたいなのをやってと。まあ、コロナで他のビジネスが多分うまくいかないっていうのもこの原因だと思うんですけど、これは可能性としてハイテクオプション取引が市場全体に影響を与えて異常な速さで上昇し、オプショントレーダーが買い占めて保有株を売却したためにむしろ急速に急落したという考えにつながります。まあ、まあこういう乱高下につながったということですね。で、43% トレーダーが実はかなり気になる。これがうまくいくはずがなく、人々が応存するのは時間の問題だと私は保証しますと。で、時間の問題で、まあ、いずれ、結構損する人が出るんじゃないかっていう考えなんですけど、まあ、考えても、ここ、やっぱり、応存するの確率は、オプション取引やってる以上、すごい確率高いと思うんで、そこら辺で、まあ、絞ったところで、取れればなと思います。で、株式市場は 40% 下落して、ノンストップで年のために繰り返してきた同じ買いとホールドを言うつもり。で、これが、ボラティリティが高いけれど、まあ、安値、下がったところで買ってれば問題ないと。ただ、いっぺんに買わないで多分、ちょこちょこっと買っていくといいかもしれないんですけど、私はでもそれできないんでやってないんですけど、ボラティリティが高くなると。上げ下げが厳しいと。両方のスイングが激しくなることを理解すべきであると。失う余裕のあるお金を持っている場合以外は証拠金取引やオプション取引をしないように注意すべきであることを警告しておきたいと。まあ、オプショントレードで若い人が自分何をしているのかわからない場合もあるんで、それを理解しているか、まあ、ちゃんと戦略があるかってことですね。で、その失ってもいい余裕資金以外は証拠金取引や
オプション取引をしないように注意すべきであると。これだと思います。なので、今乱高下してるんじゃないかな、という感じなんで、まあ、その時でも、やっぱり、まあ、ちょこちょこ下がった時に買ってれば、買って持ってれば勝てるかな、と思います。あとは状況ですね。あと、中国との関係が非常に悪いんで、そこら辺も、そこら辺とか、いろいろ、まあ、落ち着かない様子で、だいたいあと大統領選の前の9月あたりっていうのは落ちるみたいなんで、まあ、ちょっと、まだ警戒がすべき相場、すごく警戒すべき相場なんじゃないかなと思います。私はもう入っちゃってるんで、とっぷり使っちゃってんで、もう、なんともできないんですが、ああ、そんなような相場だそうです。そうですね。まあ、こんな感じで、まあ、また今日も下がるなっていう感じです。決して、この、バッテリーで悪くなかった、悪くなかったけど、期待までいかなかったんでってことだと思います。まあ、まだ、持ってようかなと思います。この先ちょっとわかんないんですけれど、まあ、他にちょっとどうやったらいいかとか思いつかないんで、まだしばらく様子見たいと思います。はい、ありがとうございます。まあ、アルゴリズムの関係で、いいねボタンを押してもらえたら幸いです。いつもありがとうございます。はい。